アキラ名高等学校は、埼玉県越谷市、レイクタウンにある私立高等学校。2015年3月31日までは、埼玉市南区南浦和にあり、小松原高等学校と称していた。旧、小松原高校校舎、現存せず、跡地はマンションになっている1959年、学校法人、小松原学園の創始者である、小松原県誉れが男子校である、 小松原高等学校を創立した。かつては前期、後期の2学期制を主とした学校経営方針だったが、創立者の小松原県誉れが1994年、初頭に死去し、方針を転換。完全週5日制のカリキュラム変更はないものの、1998年より3学期制導入を決定した。月曜日から金曜日までは通常授業、ホームルーム、 クラブ活動を行う。土曜日は大学受験を目指す生徒を対象とした補修講座、クラブ活動、学校行事などが行われる。創立から2015年まで文京都市である。浦和市内にあったが、偏差値は高くなく、進学率も低い工業化を中心とした学校であったため志願者数は年々激減していた。2000年代に入ると、地元の強い要請から、 進学選抜コースを設置、国公立大現役合格をフレーズに特色ある受験システムを展開した。その後さらに進学に力を入れたコースを新設した、結果志願者が増加し、進学実績も向上したことから、進む学校化することに方針転換し、手狭で不便だったコーチを越谷レイクタウンに移した。校名を変更、男女共学化。 機械化及び自動車化の募集を停止し、普通化を6コースに再編し、情報技術科を情報化に変更し、本格的に進む学校としてスタートした。初年度の募集人員は、普通科460名、情報化60名の合計520名。同時に、小松原女子高等学校も、同様に進む学校化を目的に、浦和黎明高等学校に改称している。 男子紺色のブレザーで、ボトムは灰色ベースに薄く柄が入っている。ネクタイは黒色ベースに白、青などのラインが入ったチェック柄になっている。女子紺色のブレザーで、リボンはチェック柄にブルーのラインが入っている。スカートはチェック柄で夏冬それぞれ2種類、4パターンがある。ブラウスワイシャツはピンクブルーホワイトのカラーが選べる。公式野球部、バドミントン部、 音楽部は小松原高校時代の2002年に男性合唱のクラブとして創部し2013年に第80回 NHK 全国学校音楽コンクールに初出場し有料賞を受賞した。バドミントン部も競合で OB にリオオリンピックに日本代表として出場した遠藤太夫選手がいる。自転車競技部はインターハイなどの全国大会出場常連だった。 ことがある。ダンス部は、冬の日本高校ダンス部選手権において、2017年優秀賞。敷地面積は4万1999平方メートル。建築面積は6730平方メートル。延べ床面積は1万5017平方メートル。建物は大きく分けて、校舎棟とアリーナ棟の二つからなる。校舎棟地上4階建てで、一つの木材橋に位置。 直線で14教室が並んでいる。というのも、普通教室は、机が横8列に並べられるスタイルになっているため、一般的な高校と比べて、横幅が広く、縦幅が狭くなっている。アリーナバスケットボールコート3面分の広さがある。多目的ホール着席時で、約500名が収容可能で、音楽ホールや講演会等に使用が可能。ボタン一つで椅子の収容が可能なため、 放課後は、ダンスバトン部の練習場としても、使用可能。グラウンドアキラ名高等学校リーフレットアキラ、名高等学校アキラ名高等学校、新制服小松原高等学校思わず、歌いたくなる。男性のための合唱練習法事業や、混成合唱で生きる歌声作り、ジャパンライム株式会社、非公式アキラ名高等学校アキラ、 名高等学校ダイジェストアキラ名高等学校、ありがとうございます。